ヨーロッパでは場所によって記録的な豪雨、そして雷となっているところがありそうです。こちらをご覧いただきたいんですが、これは9月の14日、ルーマニアのガラティ県ベチュアというところだそうです。AFP 通信の記事、写真なんですけれども、このように洪水となって、ほぼ道路が冠水して、家が孤立しているような状況がわかります。で、同じ日の写真ですけれども、このように川が濁流になっています。これではなだけではなくて、先ほど見たところ、ドイツの南部からオーストリア、そしてルーマニア、ハンガリー、こういったところで雲がかかってかなり雷も発生して雨も降っている様子でした。でこのように東ヨーロッパから中央ヨーロッパにかけて非常に不順で不安定な天候が続いているんですけれども、それをなぜかということを見ていました。でこのルーマニアで大雨が降ったのは主に9月の13日ということなんですけれども、その頃と現在との上空5500メートル付近の天気図を比べていました。私は毎日北半球全体の上空5800メートル付近の天気図の解析を行っているんですけれども、手書きで少し見にくくと申し訳ないんですが、この絵でいきますと、北極点がこの辺りになります。ここが北極点ですね。そしてここが黒海、黒い海と書いて黒海です。ブラックシーと言います。現在紛争が発生しているウクライナというのはこの黒海の北にあるんですけれども、ルーマニアというのはこの黒海のすぐ西になります。この辺りですね。で13日の天気図を見ると、この北極海の南、グリーンランドとスカンジナビア半島の南のあたりに上空5500メートルでマイナス30度以下の寒気を伴った低気圧があって、その低気圧から深い気圧の谷が北海ですね、ノースシーを通って東ヨーロッパを通りイタリアから地中海を抜けて伸びていて、このイタリア北部のあたりに低気圧がありました。この低気圧の東側にあたる東ヨーロッパからこのルーマニアのあたり、このあたりで非常に不安定な空模様となった、積乱雲が次々と発生したということになります。そして昨夜、これから3日経って16日の12時だとどうかということなんですけれども、この時点でもやはりスカンジナビア半島の北にある低気圧から気圧の谷が伸びて、あまりはっきりしませんけれども、やはりこれ低気圧がルーマニアのすぐ西のあたりにやってきて、このルーマニアからギリシャ付近にかけて大きな低気圧が覆っているということになります。つまり3日かかっているんだけれども、低気圧は非常にゆっくりと南東に進んでいますが、ほぼ同じ場所に停滞して不順な天候が続いているということがわかります。これはなぜかというと、この東側、ロシアのヨーロッパロシアのあたりですけれども、モスクワがこの辺なんですけれども、このヨーロッパロシアに大きな上空の高気圧が居座っています。こういうタイプの高気圧のことをブロッキング高気圧と言いますけれども、このブロッキング高気圧に阻まれて低気圧の動きが遅くなっているためと思われます。ただこの高気圧の南側を通るように低気圧はこの後次第ゆっくりと東南東に進んでいるように見えますから、この後ルーマニア、そしてさらにはトルコや場合によってはウクライナ、こういったところで非常に荒れた天気、不安定な天気が続く可能性があります。まあ、このように今北半球でも特にヨーロッパ方面では偏西風の蛇行が非常に大きな状況なので、この後もどのような極端な気象が現れるか、まあ、目が離せないような状況となっています。最新の世界の天気に関してもウェザーニュースのアプリからご確認いただきます。